スロボダン・ミロシェビッチ。デートン合意の調印の場にて、スロボダン・ミロシェビッチは、セルビアの政治家。セルビア社会主義共和国幹部会議長、セルビア共和国大統領、ユーゴスラビア連邦共和国大統領、セルビア共和国共産主義者同盟幹部会議長、セルビア社会党党首を歴任した。欧州では、 ベラルーシのルカシェンコ大統領と並ぶ独裁者と見られ、いわゆる戦争犯罪に手を染めた人物として有名であった。1992年のユーゴスラビア社会主義、連邦崩壊後は一貫して、ナトウ諸国と対立し、一連のユーゴスラビア紛争における戦争犯罪人として身柄を拘束された。第二次世界大戦の戦後処理を行った。 極東国際軍事裁判以来初の国際裁判での宣判として国際連合が設置した旧ユーゴスラビア国際宣判法廷で起訴されていたが2006年3月11日に人道に対する罪欧州ではナチスドイツ関係者を裁いたニュルンベルク裁判以来の適用となるジェノサイド罪で被告となっていたに対する国際検事団による共同審議中に持病が悪化し 週刊先のハーグに手国使した。冷戦時代を締めくくる戦犯として知られる。満六十五歳遺没。ベオグラードの東約七十キロの町ポジャレバツで生まれる。父親は家族を捨て、また母親、おじも自殺している。少年時代は学校の共産主義科目を得意としており、奨励人と呼ばれた。1964年に、 ベオグラード大学法学部を卒業後、ガス会社のテクノガスに入社。1973年には、社長となった。その後ベオグラード銀行に移り1978年に、頭取りとなる。政界に転身し、1978年から1982年、ベオグラードの共産主義者同盟幹部となり、1987年4月に、 コソボ訪問した際にはアルバニア人から迫害されたセルビア人に対してコソボポーリエで演説を行いセルビア人を守る胸の発言をしたそれ以来セルビア人の守護神としてセルビア民族主義者中で人気を獲得し始めた1986年にセルビア共和国共産主義者同盟幹部会議長に就任自身の権力強化のために セルビア民族主義を国民に先導し、利用した。1987年にイヴァン・スタンボリッチが辞任したのを受けて、セルビア共和国間部会議長に就任した。スタンボリッチは2000年に何者かに誘拐され、2003年に死体で発見された。セルビア国家保安庁、特殊作戦部隊による犯行と見られている。 1990年には新設のセルビア共和国大統領に就任。1992年にミランパ・パニッチ首相を破り再選された。1997年にはセルビア共和国大統領の任期切れを前にユーゴスラビア連邦共和国第3代大,大統領に就任した。大統領になってからは治安機関から出される報告書に 毎日目を通していたと言われ、情報、治安機関を使って、政敵や野党勢力の動向監視や民主化運動を容赦なく弾圧していた。1991年には、スロベニア・クロアチア・マケドニア共和国独立に、1992年には、ボスニア・ヘルツェゴビナ独立運動に、軍事介入した。また1998年以降激化した。 コソボ紛争を治安部隊により弾圧したが、1999年の NATO によるユーゴ空爆後、コソボの国連管理を容認することとなる。2000年秋、再選を目指し国民による直接投票となった、ユーゴスラビア連邦大統領選挙の際、選挙不正に起こった国民の抗議行動、いわゆるブルドーザー革命により退陣し、連邦大統領の座を、 セルビア民主野党連合のボイスラブコシュトニツァに譲った。コソボ紛争でのアルバニア人住民に対するジェノサイドの責任者として人道に対する罪で起訴され、経済援助を条件にする NATO の圧力のもと、2001年4月に職権乱用と不正蓄財の容疑で逮捕、収監された。同年7月には、同国憲法に違反して国連の設置した、 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所に身柄を移送され、以降人道に対する罪などで裁判が行われた。上記のスタンボリッチ殺害の容疑も含まれている。高血圧など体調の不具合という理由、また容疑事実の立証がなされなかったため、裁判は非常に長引いた。2006年3月11日朝、 週刊中,中の独房で死亡しているのが発見された。死因は心臓発作とされている。今日、セルビア人の間ではミロシェビッチを評価する声は少ない。理由としては、ミロシェビッチ政権下ではセルビアが国際的に孤立し、経済制裁によって市民生活が困窮したことや、周辺諸国の紛争に介入し、すべての戦争で敗北したことで、 セルビア人の利益を損ない、コソボ紛争では、ナト o の空爆を招き、領土まで失ったと考えているからである。しかし、現在でも、経済的発展から取り残された、年金生活の高齢者や失業者、セルビア民族主義者、コソボからのセルビア人難民の中には、ミロシェビッチを慕う者も多い。妻のミリアナ・マルコビッチとは、大学在籍中に知り合う。彼女は、 翌三政党であるユーゴスラビア左翼連合の党首を務め、夫の権力を支えた。多くの人々は彼女がミロシェビッチの行動、ユーゴスラビアの政治に大きな影響を与えたと考えている。息子のマルコ・ミロシェビッチはその妻や子供と共に、ブルドーザー革命後にロシアのモスクワを経由して、ミロシェビッチ一家と親密な関係だった。 中国の北京首都国際空港まで逃げるも外交問題となることを懸念した中国当局から入国を拒否された。中国にはミロシェビッチの金庫番であるボルカブチッチによって巨額の財産がユーゴスラビアから持ち込まれていたとも報じられていた。2007年3月5日、ミロシェビッチの墓に三座しを突き刺し悪魔払いの儀式を行う者が現れ話題となった。 この儀式は、吸血鬼や悪霊を払うことを目的としており、ユーゴスラビアに古くから伝わる伝統儀式である。犯人は、過去に、ミロシェビッチ政権打倒を呼びかけていたカメラマンであり、くしくも、ミロシェビッチと同性であった。犯人自ら警察に通報したものの、警察は、特に法的措置は取らなかった。しかし、セルビア社会党は、 当該儀式を非難するコメントを発表している。2016年3月24日、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷は、元スルプスカ共和国大統領ラドバンカラジッチに、対し大量虐殺の関与投獄や人道に反する罪で禁錮40年を言い渡す。カラジッチに対する判決文の文中に、 ミロシェビッチに対して生前問われていた罪状について無罪とする内容が含まれていた。ありがとうございます。